メディアを再生するザ・ノック・アウト・ノック・アウトは1914年公開の短編サイレント映画。キーストン社による制作で監督はチャールズ・アベリー。1971年に映画研究家ウノ・アスプランドが制定したチャールズ・チャップリンのフィルモグラフィーの整理システムに基づけばチャップリンの映画出演17作目にあたる。 日本語表記の別名は、デブの選手ボクサーのパグは周囲におだてられた末に、サイクロンフリンとの勝者総取りの試合に臨むこととなった。試合では、パグとフリンはレフェリーにパンチを浴びせかけ、レフェリーはフラフラになりながらも仕事を務めた。やがてファッティはなぜか二丁剣銃を手に入れ、アリーナ狭しとフリンを追いかけ回す。そこにキーストンコップスの一団が現れ、ファッティを、 海の中までも追いかけて捕獲する。ノックアウトは、あくまで、アーバックルフンするパグと、ケネデンするフリンが主人公であるが、公開の時点では、ポスターのように、チャップリンの名前が強調されて、チャップリン映画の一つとして売り出された。チャップリンの出演時間はおよそ2分程度であるが、客寄せの意味で出演したか手焼きの俳優がいれば、例外なく出演させる。 キーストン映画の流儀の一つのどちらかと考えられている。しかし、わずか2分程度の出演とはいえその演技には、チャップリンの検討や街の明かりのボクシングシーンに通じるものがあり、強烈なパンチを食らった後、座り込んだ体勢のままロープを頼りに移動して、テンカウントを数えるギャグについて、チャップリンの伝記を表した映画視野のデイビッド・ロビンソンは、他の部分とは、 水と油ほど違うと評している。ノンフィクション作家で映画シアのテッドオクダはミンタダーフィフンするパグの女友達が変装しながら試合を観戦するシーンについて女性が男性優位のスポーツを見ることすらはばかられた時代を象徴するものとし女子ボクサーが主題のガールファイトやミリオンダラーベイビーを見たことがある人が見ればおそらく興味深く映るだろうと述べている。 本作はニューシネマパラダイスでボクシングのシーンがアルフレッドの上映する映画という設定で使われている。クライマックスの屋敷でのシークレンスは仕込めの心情のセットを流用している。エトセトラ1914年制作2010年発見の泥棒を捕まえる人を除く。ありがとうございます。